はい、相棒です。いや、そうじゃなくて、今回は連携が肝になるスタイリッシュ企画。体験1、双剣3の構成で、体験は双剣を打ち上げる。打ち上げられた双剣は空中ランブする。つまり地形に関係なく空中ランブを行う連携技である。難易度は非常に高いものの、パーティープレイでしかできない醍醐味がある。装備はこんな感じ。火力とサポートの汎用型です。体験の方には耐震や耳栓などをつけてもらってます。そして開幕から被弾しまくる私がいた。待って、これソロだったら取り直し案件ですよ。でもパーティーだから自分の都合でリトライは言い出しにくい。辛い。今の親利たかったんです。見せるのに1分もかかってごめんなさい。これから頑張るから許して。このように非常に難しい。飛びたい方向を向いている必要があり、なおかつタイミングの問題もある。体験を引き受けてくれた方はとてもよくやっている。むしろ開幕で早速ピヨった私が地雷なパターン。辛い。この転がしがひどい。対象もつけておくべきだった。完璧なタイミングと角度でも、このようにゼノが神カウンターをする場合が稀によくある。うまく尻尾に引っかかって稼げました。でも頭から当てたい。しかし難易度は非常に高い。ちなみにこれはテイク2。ちょっとした鳴らしだけでこれだけ動けるリスナーたち。今度もよく訓練されてる。気持ちいい。仲間がくるくるしてるのを見送るのも、気持ちいい。一緒に行けると、もっと気持ちいい。角度が浅かった。辛い。後ろを向いているとこのように返ってきてしまう。打ち上げられる側にもテクが必要なのだ。正面から侵入できれば腕ヒットだろうと問題ない。そして第2ラウンド、飛んだ時のためにスリンガー弾を拾っておきます。さすがに飛ばれたら届かない。ここからが本番。いやらしいモーションが増えるので、抵抗難易度が激増する。気持ちいい。線になる。頭がぐるんぐるん動くので、一直線に切りまくるのは運要素がでかい。あ、やばい。打ち消し持ってくるの忘れてた。竜属性ダメージ終了のお知らせ。ただの劣化フライドチキンになりました。切り上げには間に合っても備えがなかった。辛い。地
地味すぎる。これじゃただの攻撃マンになってしまう。もっとガンガンに噛めば。気持ちいい。仲間と重なるとすごいことになる。再開しました。ここだけ切り取ってツイッターに上げたらバズりそう。私が悪かった。あんなところで問いでんじゃねえ。そんな思いが込められた一撃だった。どう見ても届かない位置でも待機してるケツはぶっ叩く。打ち上げマンの鏡である。床が熱い。こういう時こそ攻撃マンの出番だ。早食いのおかげでモーションは一瞬である。仲間のケツは私が守る。おかえり。こけました。チャンス。しかし一度飛ぶと打ち上げマンから大きく離れてしまうのが難点。惜しいけど危なかった。打ち上げマンが打ち上げられる貴重なシーン。早かった。しかしビーム中でも遠のかない打ち上げマンの鏡。それには全力で応えなければならない。気持ちいい。一瞬に決まった。これはこれで珍しい。今のだいぶ無理ある角度だったよね。たまに謎な判定あるよね。遂げる時に研いでおこう。切れ味配信で大量に増えたヒレの出番だ。確かめたら200個もありました。釣りすぎはロス。今のところサムネにしよう。頭の方に抜けてひるませるのは珍しい。こうなるよね。でも一度走り出した青春は止められない。辛い。
タイミング。今度は私が打ち上げマンをやらねばだ。ちょっと遠かった。いけそうでいけない。もどかしい。ナイス振り向き。こういう感じで決まると気持ちいい。じゃなくて気持ちいい。仲良く吹っ飛ばされるのもパーティーの醍醐味。見てくださいこのケツ。振って欲しくて自ら差し出してますよ。そして打ち上げマンとゼノの見事な連携プレイが炸裂。己裏切ったな。勝つ時も一緒だね。仲良し。回復薬を全て飲み切ってしまった。そろそろ仕留めたい。ただいま。いや違う、そうじゃない。帰ってきてどうするよ。勢いだけで家出した中学生じゃないんだぞ。きっちりランク攻めば。行ってきますお父さん。キャッチ。さて急いで帰宅だ。パパの仕置きがないと私は天高く舞えない。帰宅を阻む前足である。さあ来い。このケツに強烈なもうくれ。仲良く失敗。期待を裏切ってばかりだぞ。次こそちゃんと羽ばたこう。羽ばたきすぎー。三人同時の空中ランプにより、まさかの音割れ現象。変態が制限の限界を超えた瞬間であった。非常に楽しかったです。ちなみに今回は検証メインだったので、双剣組の装備などはほとんど指定してないです。次回やる際はガチ構成でやってみたいですね。今回の MVP、打ち上げマン。クエストクリア後も容赦なく打ち上げる。地味な立ち位置ながらも役を快諾してくれた紳士である。というかむしろ一番目立ってた感ある。ちなみに体験4人で打ち上げリアル祭りもこの後やったんですが、あまりに無理ゲーだったのでやめました。やはり双剣のようにはいかないですね。というわけで今回はこれでおしまい。私の無茶ぶり企画に答えてくれた参加者の皆さん、ご協力ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございました。